来ましたね、十数名ぐらいですかね。いいですね、楽しみになってきましたよ。はい、それでは第5問参ります。この梅園の、梅園のね、この梅園の中に雨宮健次郎王の碑が建立されております。この人は熱海温泉発展のために芸技鍵盤を作った人です。丸かますか。この梅園の中に、雨宮健次郎王の碑が建立されております。この雨宮健次郎王は、熱海温泉発展のために芸技鍵盤を作った人です。丸かますか。誰も丸がないですか。単語のあ、バツか。誰もバツがないですか。雨宮健次郎は芸技鍵盤を作った人です。丸かバツか。丸が丸が丸が2人と圧を、と圧を、あとはみんなバツでよろしいですか。あ、こっちはこっちはバツ、うん、こっちはバツね、そうそうそう、うん、あとは皆さん丸で大丈夫ですかね。はい、じゃあここに締め切らせていただきます。2人ですよ、2人ですよ、2人ですよ。自信ありますか、自信ありますか。3万と5000円だともう決定されてしまっている感じですね。はい、それでは正解を発表させていただきます。正解はバスです。さて、こちらで1位がまず、あの後でね、やらせていただきます。あ、待ってください、あの3位がおりますので、この中から3位を選定したいと思いますので、はい、まず1位にはこちらで、まずあの後でまたね、最終問題やらせていただきますので、ご了承くださいませ。ではお二人の方一時お休みしてみてください。はい、3位を決めたいと思います。はい、そうですね、一気に1位2位が決まってしまった感じですね。はい、発音に近づいててよかったかな。ん、はい、それでは、残りの方ですね。はい、よろしくお願いします。お二人はちょっと中継してください。はい、します。では第6問、茶の湯で有名な千の利休は熱海温泉に入湯したことがある。丸がバスか。千の利休、皆さんね、ご存知だと思います。こちら熱海温泉に入湯したことがある、丸がバスか。いやいや、千の利休は熱海の風呂入らないでしょう、ね。いやいや、千の利休だって、熱海の風呂ぐらい入ったよ。さあ、こっち、はい、ちょうど半々ぐらい。はい、それでは参ります。正解は丸です。豊臣秀吉の小田原攻めに同行して熱海温泉に入湯しました。この時に秀吉の家臣羽柴下総守の寿司合計いただいた時の霊場が MOA 美術館に残っているそうでございます。はい、はい、どうもありがとうございます。お仕事だけにお気をつけておいてください。参加賞をもらってくださいませ。どうですか、あといいですね。2、4、6、8、2、4、7人、7人、そのうちは子供が3人いるというね、子供の率が高いですね。はい、それでは気になる第7問参ります。明治28年、梅園の川をせき止め、水力発電所を建設し、熱海町内360箇所に電灯を灯しました。このことは静岡県内でも2番目の快挙でした。丸かバツか。明治28年、梅園の川をせき止めて水力発電所を建設して熱海町内360箇所に電灯を灯しました。このことは静岡県下でも2番目の快挙でした。丸かバツか。困った時はね、親子で別れるとね、どちらか必ず会うというね、はい、そういうね、あの策を取りますね。はい、よろしいですか。じゃあここで締め切らせていただきます。正解はバスです。静岡県下では初めてのことでした。つまり静岡県内で熱海が一番先進的な町だったと、そういうことでございますね。ありがとうございます。残りは小さい4名、はい、4名中お子様が3名というね、すごいすごいですね。子供の運っていうのはすごいですからね、これね、はい、知ってる知らないとかそういう以前の、ね、運が強いです、ね、ありますね。私の子供もね、一等賞とかこうくじ引くんですよね。はい、すごいですよ、それもね。はい、それでは参ります。第8問、この梅園に隣接して沢田聖光記念館が建っております。あっちですね、はい、沢田聖光記念館が建っておりますが、しかし
残念ながら梅園の中に彼の作品はありません。丸川さん、この梅園に隣接して澤田聖光記念館がありますけれども、残念ながらこの澤田聖光の作品は梅園の中にない。まずこちらになります、はい、丸川さん全員が、あ、お、いいですか、一人行った。よろしいですか。じゃあこちらで締め切らせていただきます。当たったら3位だよ。でも外れたら1人で寂しい感じになっちゃうよ。どう、自信のほどは。自信ある、自信あります。唯一のね、第3位に残ったお母さん、どうですか、自信のほどは。あります。ありがとうございます。そう言っていただけると私も嬉しいですね。でないですって言われてしまうとどうしようもなくなっちゃうからね。それでは正解があります。正解は、バツです。第3位獲得しました。お母さん喜んでます。お母さんやったお母さん、3位取ったよ、ありがとうございます。それじゃあちょっと、じゃあこっちで待っててもらおうかな。ちょっとこっちで待っててもらっていいかな。はい、最後ね、発表会するからね。いいよ、こっちじゃあ前の方にいて、せっかくだからお母さんとのも一番だと思う。はい、それでは決勝戦にお二人で参りたいと思います。よろしいでしょうか。お二人前の方へどうぞ。はい。